YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ、発生ですってことでね、はい、お久しぶりになりました。お久しぶりかな、うん、最近ちょっとね、動画の方で投稿できなくてもごめんなさいって感じなんですけれども、ですね、以前にね、僕が大型トラックの車内っていうね、車内紹介の、トラックのね、動画を出しましたけれども、ダンプの、車内の、ね、動画が見たいよっていう風にね、コメントをね結構いただいたので、ダンプ、ダンプもね一応トラックと、あまりね、大差ないですけれども、一応ね、以前のね、撮影した車種は、グランドプロフィア、日野自動車の、車ですけれども、今回はね、三菱ふそうの、スーパーグレーとか、はい、のねスーパーグレーとスパグレーですね、スパグレーの、車内でもありますので、一応ね、ダンプトラックの、車内を、紹介していきたいかなと思います。はい、ではですね、見た感じこんな感じでございます。パッとねこうさらっと車内を映してみると、こんな感じになりますね、詳しい方だとね、あ、スーパーグレートだって感じがするかなと思いますけれどもね、はい、こんな感じになっております。ちょっとね散らかってて申し訳ないですけどね、はい、これといってね、ダンプだからね、トラックとは違ってみたいなね、差があるわけではないですけれども、特徴としましては、どうかな、三菱ふそうのスーパーグレート、っていうね一応モデルになってますので、こういう風な車内ですね、そんな感じでしょうか。はい、普通に中でバックモニターですね、トラック同様に後ろを見るカメラがついてますね、あとはオーバーヘッドコンソールに、蛍光灯、はい、普通に助手席、左に助手席があって、センターコンソールと、スーパーグレートのね、特徴としてはね、これですよね、これ。後ろ向きにね、このベッドの方に向かって、風を出すようにできるっていうね、こういうものがついてます。ダンプはね、基本的に車の中で寝ることがあまりないので、あまり使いませんけどもね、これも、スーパーグレートの特徴ですね。はい、日野だとね、ここに、後ろにね、吹き出し口があってね、ここからベッドのどっかはね、風が出るようになってますけど、これはね、いろんなモデル、それぞれですね。あとは ETC、ほぼほぼね、ダンプはね、高速走ることはありませんけども、一応ね、ETC が、ついております。はい、仕事によってはね、使うときがあるんでね。はい、あとはね、小物入れ、書類入れ、ここも小物入れか。オーバーヘッドコンソールも、一応物が入るっていうような感じで、物入れは一応充実してますね。あとね、ドリンクホルダーがここに一つしかないんでね、これもこう格納式になってますけど、これはスーパーグレートのちょっと泣きどころというか、一個しかないんでね、ちょっと最近のモデルにはちょっと劣るかなというふうな感じです。シガーソケット 24V。で、ここも、一応ワンディーン入るのかな、ワンディーンはちょっと入んないか。一応物入れがあって、1、2、3、4、4ディーンですね。一応4つディーンがついてますけどもね。グラプロに比べたらちょっと少ないですけれども、必要にして十分かなという感じですね。はい。あとはダンプならではの装備としましては、ここにコボレーンがついてます。コボレーン。これで、ね、パチッと上げて、左、右。ね、これでコボレーン。真ん中で、オフですね。下に開けると、下にすると、これ開ける。右左ね、開けるとき、これが閉めるとき、ダンプのね、荷台の横についてるね、自動シートですね、通称コボレーン、ウィーンってこうね、閉まる、で、ウィーンって開く、やつですね。はい。あとは、PTO、はい、これですね、パワーテイクオフ、これはね、ユニックとか、生コン車とかね、あとは、ジェットパッカーとかね、ついてますよね、これパワーテイクオフ、クラッチ踏んでオンオフしてくださいね。パワーテイクオフ PTO ってやつですね。これをオンにして、このね、ダンプレバー、このダンプレバーをガチって上げればダンプが上がります。で、これをガチってね、下げればダンプが降りると。上げるときはね、この PTO を入れてね、エンジンの出力を、油圧ポンプに伝えてあげなきゃいけないと、いうものになってますね。はい。あとはそうですね、トラックと一緒ですね。アイドリングコントローラー。アイドリング上げるやつですね、下げたり、暖気運転の時使ったりしますね。あとはどうかな、
うん、あとはまあこうヘッドライトの光軸上げたり下げたり、まあ、これ自動じゃないんでね、こういうものがついてますね。まあちょっとライト交換してあるんで、これちょっと使えないんですけど、これもね、あとミラー自動格納と角度調整ですね。まあ、これも最近の車なんかもほとんどついてるんじゃないでしょうか。まあちょっとね、あのミラーステー変えてあるので、ちょっとね、あのこのミラーなんでちょっと使えませんけれども、まあそういうものもねついてますよと。はい、あとはまあエアコン自動ですね。エアコンは自動になってます。オートエアコンになってますね。外気温もアウトテンプで見れますね。まあ非常にシンプルで使いやすいんじゃないかなと。最近のやつちょっとでかくてね、あのそっちの方がいいって人もいますけどね、こっちの方がなんかあの収まってていいですね。なんか昔のセダン車みたいな感じがしますけどね。はい、まあそんな感じかな。まああと無線ですね。無線、はい、まあこれもね、トラックでも使えますし、ダンプでも使えますしね、無線、まあまあ、必要なものですね。はい、まああとね、これミッション車ですね。あのダンプはオートマあまりないです。あの長距離だとね、オートマやっぱり今主流ですけども、これね、ミッション車、マニュアルトランスミッションですね。ギアチェンしなきゃいけないですね。まあ、クラッチを踏んで、まあもちろんですけども、2速、3速、4速、5速、で、6、7となっております。で、バックが一番前かな。はい、これバック。で、これが1速ですね。1。はい、で、これ2速。まあ通常2速発進でございますけどね。まああとダンプでよく使うスイッチといえばこれですね。デフロック。デフロック。ぬかるみにはまったりとか、ちょっとね、あの、勾配きつかったり、雪がね、滑るとかいうときはこれデフロック。まあ低床四軸車とかでね、あの、トラックでも一般的なスイッチですね。あとはに、三軸車でも雪国をね、走る車とかだと、ね、あの、ダブル金玉とか言ってね。まあツーデフですね。この、デフロックついてる車多いですけれども、まあ、発進不能になったりとかですね、埋もれていきそうな時はね、これを入れてあげるといいですね。これもよく使います。これないともう埋もれちゃうことがあるんでね。あとはまあ、どうかな。まあ、車速灯のチェック。これはワイパー、ミラーワイパー。あとこれが作業灯オンオフか。うん、あとは、これ EG5 ですね。止まってるとき、坂道発進のときにいちいちサイドブレーキ引かなくても、ブレーキ離しても後ろに転がらないようにね、してくれるシステムですね。EG5 ってやつですね。まあ、ヒルスタートアシストとかね、言いますね、イスズだと。あとは、日野だったらなんだっけな。日野だと ES かな。EG スタートか。まあ、各種メーカーいろいろありますけど、まあ、そういうものになりますね。まあ、それのね、効き具合を、ね、ブレーキ早く解除したりね、遅くまでにブレーキ引っ張るとか、まあ、その微調整するやつと、あとこれルームランプ蛍光灯ですね。これをつけると、まあ、このね、上の蛍光灯がつくと。はい。これもね、面白いのがね、付装はね、これシーソースイッチになってます。こっちにすると蛍光灯なんですよ。で、こっちにすると、マップランプっていうかな。これなんて言うんだろう。これがつきます。これ。マップランプがつきます。はい。このスイッチで左に倒すと蛍光灯、真ん中で消えね、これでね、右に倒す、左に倒すってね、マップランプと、いろいろ切り替えできるっていうのがね、いいところではないでしょうか。まああとはですね、どうかな、あと無線のスイッチですね。このおにぎりマイクじゃなくてね、横着マイクっていうかな、まあ、フレキシブルマイク、ですけれども、まあこれもね、一般的っちゃ一般的ですね。もうダンプはこのマイクにしてる方が多いですね。まあおにぎりマイクにこだわり持って使われてる方も多いですしね。まあこっちの方が断然便利です。これね、シフト持ってて、こうね、小指でカチッカチッってね、はい、ね、こうすぐ使えるので、これ便利ですね。はい、まあマイクはここにね、ついてるので、ギアチェンしながらでも、喋りやすいという感じで、大変いいものではないでしょうか。はい。まあまあ乗用車でね、無線されてる方なんかね、よくこれつけられてる方多いですよね。はい。まああとはそんなもんかな。うん、まあウッドハンドル、そうだね、特についてるものっていうとまあそんなもんかな。 あとこれダンプ仕事だとこれよく使います。回数カウンター、今何回目だろうっていう時にね、1回積んだら押して、1回積んだら押してってなると、これでね、何回目かっていうの分かるんで、ね、例えばね、1回目から2回目まではね、こういう商品、こういうね、砂利積んでとかね、3回目からね、商品変わるよとかね、粒子の粒が変わったりね、まあ、砂になったり、砂利になったり変わったりするよとかね、
まあカウンターするのに、はい、カウントするのにね、あと1日何回走ったかなとかね、まあいろいろ使い方できますけど、これはね結構使えますね、回数カウンター、はい、まあそんなものもんかな。あとはまあこの外部マイクですね、この無線の外部マイク、これがないと音がちっちゃいね、内蔵のマイク、まあ、内蔵のスピーカーだと、うん、なんでこういうねスピーカーつけて音を大きく、はい、してねやってますね。はい、まああとざっとそんなもんかな。なんか言い忘れてることないかな。まあまあヘルメット、これもトラックでよく使えますんでね、ヘルメットはまあ必須ですね。あとは反射ベスト、反射ベストも使う場合あります。まあこれもトラックと同じでしょう。はい、まああとハンガーついてるけど、まあほぼ使わないかな。あとはまあ、ゴミとお菓子ゴミとお菓子ですけどね、ゴミ袋とお菓子、まあティッシュぐらいじゃないでしょうか。はい、まああと書き物するバインダーね、バインダー、まあ手板ってやつですね。まあそれもトラックでもよく使えますし、まあ特にダンプならではって感じではないですね。そんな感じ。あと軍手もね、余分に大量に使えますね。どんどんまとめ買いしてます、安いやつを。軍手バカバカ使えますんでね。はい、あとまあタオルですね、タオル結構いりますよ。顔出しバックするんで、窓開けてバックするんですよ。トラックだったらもうそういうシーンってほぼなくてカメラだけだと思うんですけど、ダンプは結構ね顔出しバックで、この誘導の人の声とかね、まあ音ですね、ガードマンの笛だったりとか、ね、ショベルカーの、ラッパの音とかですね、聞きながらバックしたりとか、まあね、このカメラではね見えない路面にあるね、落ちてる例えば尖った石だとか、タイヤの間に挟まりそうな石だとか、ね、ぬかるみとかね、そういうの見なきゃいけないので、顔出しバックですね、よく窓開けるので。結構乾燥した日とかね、風が強い日だと中にねもう砂ぼこりがすごいことになります。もうチョークの粉撒いたんかっていうぐらいね、真っ白けっけになるので、もうこの雑巾必須ですね。毎回こう仕事始まる前にはこう濡らしてね、そこら辺拭くようにしてる人も多いぐらいですね。はい、まあ、ペットボトルで水ね、水道とか積んどくとね、さっと拭けていいんじゃないでしょうか。あとね、タバコ吸う人とかやっぱりね、トラックと一緒でね、こうヤニとか拭いたりするんじゃないかなと思いますけれども、こうね、拭く雑巾、これはね、たくさんいります。はい、まあ、それぐらいかな。はい、それぐらいだと思います。まあこれはね、トラックと一緒、まあ繰り返しになりますけど、前ね、以前大型トラックの車内っていう動画見られた方にはね、もう繰り返しになりますけれども、まあね、車種が違うんで、あれはグラプロ、日野のグランドプロフィア、これはね、不走のスパグレ、スーパーグレートになりますんでね。これワイパーですね、ワイパー、はい、でこれがワイパーのタイマーね、ウィンニュウィンニュっていうね、動く、秒数ですね、間早く動かす、遅く動かすっていう、こうね、ワイパーが止まってから次動き出すまでの間、設定するやつね。で、まあ、これ、排気ですね。あと、リターダー。はい。排気とリターダー。日野は確か手前に引くんだったっけな。不走は奥に押すタイプですね。これも各社。日産ディーゼルとか、イスズとかもね、前に押すタイプ、引くタイプ、メーカーによってそれぞれあります。スカニアは確か足でやるんだったと思うんですけどね。あとは、これ、ライトですね。これで、ポジションランプ、ポジション球ですね。で、これでヘッドライト点灯。で、下に下げるとハイビーム。これでロービーム。まあ、遠目近目ですね。で、これでターンシグナル。ウインカー、左ウインカー、これ右ウインカーね。まあ、方向指示器と言われるやつですね。まあ、車と一緒ですね、そこら辺は。はい。そんな感じでしょうか。まあ、エアコンの吹き出し口はね、こう、一個一個こうね、閉じることもできる、開けることもできる。上、下、右、左、できるものになってますね。はい、そのぐらいでしょうか。はい、ですね。はい、それぐらいかな。特にダンプだからっていう装備はなくて申し訳ないんですけど、まあざっとこんな感じかなというところでございます。はい、あとはまあこういうの電飾関係ですね、作業灯とかね、マーカーとか、そういうねスイッチになります。はい、そんな感じでね、いかがだったでしょうか。ね、ちょっとね、ざっと、こんなもんかなって感じで、まあ、特にね、ダンプならではの装備っていうとなかなかないんでね、まあ、同じかなっていう感じなんですけれども、まあ、ね、ダンプの車内を、映した動画が欲しい、見たいよっていうことでね、またね、大型トラックの車内みたいなやつのダンプバージョンがね、撮ってほしいよっていうね、依頼がありましたんで、今回撮らせていただきました。はい。あとね、ちょっとね、メーターのこのね、スイッチ類、ちょっとね、説明するの忘れてたんで、ちょっとね、エンジンかけて、やってみます。始動。はい。
はい、エンジンかかりましたけどね、こちらのスイッチでですね、このね、マルチインフォメーションディスプレイみたいなやつを切り替えると、まあ燃費とかね、トリップ、電圧計、油圧計とかですね、まあ時計とかね、カレンダーとかね、でまあそういう風に、切り替えしていくものですね。まあ、これもね、最近の車だともっとね、カラーの液晶でね、でっかいのがついてますけどね、まあこのモデルはこういうものですね。はい。あとはガソリン、ガソリンじゃないわ、燃料系ね、軽油です、燃料と、水温計、エンジンの、ね、冷却水のクーラントの厚さ、あとは、まあ、スピードメーターに、距離計、あとはこれ回転計ですね、タコメーター、あとはこれエアーですね、エアー、エアーの圧力ですね、はい、まあそんな感じかなと思います。あとはまあこれ保温ボタン、まあそれはまあ車と一緒か、その程度ですね。あとこれオートグリス、はい、これもね、グリスアップの動画でね、出してましたけども、これねオートグリス、これ押してあげるとウィーンってね、板張りのところに自動でグリスが入ります。日野とかだとね潜んないといけないんですけど、日産ディーゼルと、扶桑はね自動でグリスが入るんで、これね大変便利ですよね。でまた勝手にね止まるんで、はい、UD はね、日産ディーゼルは押しっぱなしにしとかないと、押してる間しかグリス入らないんですけど、これ自動で入ってまた自動でオフになるんで、でまた今度刺すときはこう逆側に押してあげるとこれビーンってまた入ると、でまた自動で止まるんですけどね。でまあそういう便利なものがついてますよっていう風な、お話でした。はい、はい、てなわけでね、下手くそな説明だったら申し訳ないんですけれども、一通りね説明できたかなと思います。まあ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 、ねダンプだからっていう風な、違いはねあまりなくて、まあ、PTO とねコボレーンと、ダンプレバーぐらいかなと思います。はい、まあまああとはねダンプならではの装備でね、回数数えるね、カウンターとかね、まあ、タオルがいっぱいありますよとかね、無線外部スピーカーつけないととかね、まあまあその程度かなと思いますけれども、まあね一通り、分かっていただけたんではないでしょうか。ねそんな感じで、まあちょっと簡単ではございますけれども、大型ダンプの車内説明動画を終わらせていただきます。はい、またね、何か、思いついたら撮っていきたいかなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.